だから僕いまだにそれは徹底してますね。いや本当に大事なことですよね。つい最近この間の WMC でも日本勢初日は荷物届かなくて、うん、2日目にギリギリ届いたんで問題なかったんですけど、やっぱ結構そういう海外だとそういうトラブルは非常に起こりやすいので、うん、本当にそれが起こったらその大会までの期間もそうですし、次の大会の、ね、権利もかかっていることが多いので、もう全てが、ね、台無しになってしまいますからね。極力やっぱり起こりうるトラブルっていうのは、ね、防止するように、ね、皆さんも心がけていただければと思います。まあ、国内では、ね、なかなかバゲージロスってないですけど、そうですね、最近海外の、ね、大会に遠征される方もかなり、ね、敷居が下がってきて増えていると思いますので、さあこれは魂のデッキですね。そうですね、ただ3色か、うん、2色か分かんないですね。まだ歴はあるのでというところでしょうか。まあ、ただ2色ですかね、廃墟の地、うん、が見えたので2色っぽいですね。まあ、特殊地形破壊、川崎さんも確かこの間 RPTQ をこの手のデッキで抜けていたような気がしますけど、うんうん、まあ、川崎選手といえばやはりもうそういった情報がなくてもこれまでの長年ずっとジャンド系を使ってますからね。さあここで高橋優太の魂のカードをまずは思考学校にしていくか。そうですね春章の魔導士と致命的な人押しというセットになりました。このニガバナの本当に有用性っていうところも、うん、まあ、この高橋優太オリジナルな部分で他のプレイヤーはそこまでね触手が伸びてないっていうところはあるんですけど、どうですか使ってみて。まあ、でも昨日見てると本当にプレインズウォーカーみたいな感覚とプレインズウォーカーを守るために入っているのかなという印象を受けましたね。実際2ターン目にイガバナからプレインズウォーカーを連打されると戦闘ではほぼ壊せないんで、うん、昨日のビデオマッチでは先行2ターン目にイガバナ、3ターン目ベールのリリアナ、4ターン目精神を刻むモノジェイスと。そうですね、もうああなってしまうと絶対にプレインズオーカー届かないですからねあれワンマリガンしてあれでしたかね。そうですね、特に3ターン目がベールのリリアナなんでいきなりエディクトから入られると、うん、もう本当にプレインズオーカーを落とすのは困難になってしまうので。さあここは虚無の呪文爆弾からのスタート、春章への睨みも聞かせられることもあるんですが、手札の状況次第ではワンドローに変えていかなければいけないか。まあ、ちょっと待ってですかね。どっちかっていうと、うん、まあ最低でも致命的な人押しは使わせてから墓地を一掃したいかなと思いますが、うん、闇の腹心そして南帝と手札に見えます、うん、なるほど、墓地対策は比較的充実している。ただ高橋選手、手札に致命的な人押しがあるのを手札界で見てるので、うん、やっぱり相手の好きなタイミングで色 マナを使わせないように。さあ動けない、初手思考囲いからなかなか積極的に動いていけないというタイミングなんですが、さあなぜかここでジェイスを構える、うん、非常にいい手札になっています。まあただ難しいです。今ちょうどツリートップビレッジを置いたのがまた絶妙で、うんうんうん、樹上の村パワーさんのクリーチャーなんですけど、ジェイスがねそのままそうですよ、ね、プラスしてプレッシャーがかけられると厳しいという。まあ、なので高橋選手今出してもブレインストームプラスマイナスゼロの能力がちょっと使いづらい状態だったので、うん、まあまあ、トップ見るだけだとちょっと苦しいですよね。その後に壊れてしまうともったいないので、うん、まあ、ちょっとこの辺りこの辺をいつ出すかも非常に判断が分かれるところですね。ただいやーすごいですね、お互い。高橋選手は青いので結構待つのが自然に見えるんですけど、うん、川崎選手もそれに付き合って動かない、動けるのに動いてないですからね。まあ、大振りなアクションっていうのがある程度お互いのデッキで、まあまあ、ここまでね名前知れた2人なのでお互い使ってるデッキっていうのは分かってるのかなっていうところもあってですね、まあ、先ほど、まあ、手裏に入っているジェイスもそうですが、これをうまく牽制していくというところをお互い見ているのかなと。今、高橋選手が置いたのはペンデルヘイブンです。11のクリーチャーにプラ1プラ2の修正を与える、これもめちゃくちゃ昔からずっと使われている、そしてなぜか再録されたというね。そうですね、タイムスパイラルで1回再録されてて、その時スタンダードにフェアリーがちょうどあったんで、うん、ニガバナトークンと非常に相性がいい。で現状は呪文詰まりのスプライトも手札に1枚抱えているので、それとの組み合わせっていうところも突然ね 2-3 のブロッカーが出てくる、読みの腹心一方取れたりとかね、そういったところも狙いそうです。まあ、感染デッキとかによく入ってる1枚ですけどね、やっぱり見た目以上に強いという、うん、すごい地味なテキストに見えるんですけど、まあ、結構専用デッキには破格ですよね。そうですね、もう本当に土地のスロットでただで毎ターン呪文が打てるようなカードなので、
さあここは瞬章でまずは様子見。これは引いている。2枚目、うん、徐々に徐々にプレッシャーをかけていきます。ここでタルコ破壊してトップサーチ、うん、さあただこの状態で虚無の呪文爆弾が出ているとは家先に仕掛けたのが高橋選手というのは非常に面白いですね。うん、さあここでトロフィー打ち込みます。これが先ほどからね手札にダブついていたというところもあって暗殺者の戦利品です。これをどうするかなんですが呪文詰まり打ち消します。これ苦花がねちゃんとフェアリーっていう効果がついているのが、そうですね、属性がついているのがねこの呪文詰まりのスプライトを今このデッキでも採用させる大きな意味になってますが、ただのエンチャントではなくて部族エンチャントという特殊なエンチャントなので、うん、これもねフォーマットに慣れてないとタルモゴエフなんかプライチ多いんだけどとか ね言う方もいるかもしれないですね。さあおそらく川崎選手が待っていたであろう手札破壊呪文も今引きましたね。さあここは仕掛けていきます。ジェイスあったみたいな感じ。ただこれ一押しが切れないのでちょっとクリーチャーまだ出しにくいか。ただ川崎選手としてはちょっと色物が見えないですけど、ああ難しいですね。多分南泥を本命にしたいと思うんですよね、うん、なのでできればボブを取りに行きたい。さあペンデルペンデブさあこれで土地を持ってきてニガバナを破壊してですかね、うん、もう一枚の戦利品があります。これでマナ問題も解決に向かうか。さあ2枚サーチしてくださいというところなんですが、全部出てくるランドは当然グルランドという、もう神々しいですよねこれもねもうどこで価格が止まるのかよくわからないランドになってきましたね。すごいことになってますよね。昔の時点でもすごかったですけど、うん、さあ川崎選手もここでようやく手札を見て、致命的な一押しだけになったので、さあ次から仕掛けることになると思います。ニガバナも破壊できたのでクロック自体も低い状況です。まあ、1回ボブと釣りトップビレッジで様子見かなと思います。そうですね、うんうん、これだと相手がまあほぼ致命的な指導者を使ってくれるんで、ドロー下の瞬章の魔導士ですかね。そうですね、ちょっと虚無の呪文爆弾があるんでなかなか思い通りには使わせてもらえないですね、うん、いやお互い、廃墟の地が入ってるデッキなんでまだまだ基本地形はお互い入ってると思います、うん。さあここで引いてきたのベールのリリアナっぽい感じを醸し出した手札でしたが、いやここはいいアタックですね。ここはおしかし強気に行きましたね。さあここはまずは誘います。呪文爆弾がドローできないタイミング、これ黒マナが必要になります。 それを見ての釣り。いやけどこれは本当にいいアタックですね、うん、この後にさらに謎が解けるベールのリリアナエディクトです。うん、いや素晴らしいですね。これ一連の流れね完全に起動させるためのプレー、そして安全着地。いや虚無の呪文爆弾をドローさせないタイミングで使わせたっていうのも素晴らしいですし、リリアナが残ってるのもいいですし。さあこうなるとこの南泥を通しに行きます。サイズアップはできる。まあ、川崎選手としてはこいつが一応本命だったので、うん、まあ、ただちょっとそれまでにリリアナが出てしまったのが次のターンプラスされて、1回チャンプされてマイナス2で死んでしまうのでちょっと予定が狂ったかなと。さあここも大事になってきますがニガバナ3枚目、おー強いディスカードです。これはかなりいいですね。このターンのチャンプブロックが非常にしやすくなったので、これ2ターン待てますもんね。そう、もうここからも高橋、川崎選手がかなり無理をしてもチャンプブロッカーは尽きないような状態なので、うん、相手の状況に応じてリリアナ使います。そうですね、もう1回待ってもいいですし。さあ、まあ、ここは走らせますが、
プライトでのチャンプブロック。いや本当に高橋選手のあそこの俊将たちのアタックがすごく良かったですね。あれはしかも川崎選手もブラフだと感じて通すことも全然あり得たんですけど、川崎選手もしっかり見破ってブロックしたんですが、うん、もう一個高橋選手には備えがあったと。あそこまでやられてしまうと厳しい。おプラスしましたね、うん、これで随分余裕が出てくるか。そうですね、このまま高橋選手は、リリアナマイナス2でなんでが対処できるとすごく余裕ができますね、うん、ニガバナの壁を突破できません。川崎選手はここでクリーチャーを追加できるとまだまだプレッシャーかけられるんですけど、ここで途切れてしまうと厳しいですね。さあここでアサルナンデ退場です。まあ、ここで追加のカードをリムーブしないなら次のなんで備えるためか、うん、まあ、それかもう単純に墓地にクリーチャーがいないか。逆にここから川崎選手が逆転するプランってどういうのがありますかね。ちょっと一旦遅かったですね。前のターンだと結構引いていい呪文多かったんですけど、うん、クリーチャーでもいいですし、リリアナかニガバナに触れるようなカードでもいいかなって感じだったんですけど、なんでをうまく通せるカード、ね、ちょっと守れるカードだったら何でもよかったんですけど、ちょっとこうなると要求されるカードがあまりにも多いですよね。今1ターン遅れて戦利品引いてきてリガバナを排除、うん、もうリリアナはたまるのを、まあ、とりあえず感化しなければいけないという、もうね今体力ライフプレッシャーも結構ね厳しいっていうところありますね。あ、ごめんなさい、高橋選手も基本的にはないみたいです。島賀さんの沼が1、うんうん、なるほどなるほど。やっぱりけどニガバナが本当にプレインズウォーカーと相性がいいですよね。こう見てると、うん、川崎選手もニガバナさえなければもっともっとプレインズウォーカーを積極的に攻めていけたんですけど。さあここで闇の腹心トップデックですが、ライフがとにかく厳しい。これは春章のブロッカーにすぐ使うかどうかも検討しなければいけないぐらいの危険水域ですね。もう、さあモダン本日スイスラウンド最終戦始まっています。モダンでの最終戦ですね。ここはダメージ通すことを選択。タルモゴイフ、おこれで地上が止まりました。さあただもうねフェアリートークンもあと3回っていうこのおーどうだ。まずはプラス、いやマイナスです、ね、マイナス。これで攻撃していくとさあどっちが早いか。タルモンかなりでかいと思うんですけど、プレーンゾーカーいるんで、あ部族エンチャントもある。なるほど、かなり1、2、3、4、5、6、 6ある。6あるか、6ありますね、土地もあるんで。あじゃあ6、3番、川崎さんの方が早い。なるほど、表裏のこの個数が1個噛み合いました。おしかしナイスチャンプブロッカー。いや違います、本体が。なるほど、次のターンに勝てる2プラ1ディスカードしかできない。ディスカードするということは川崎選手の手札がなくなるということ。さあここでライフが2、打ち消しこの打ち消しによって勝負が決しました。11飛行が勝負を決めたライフピッタリすぎてこの展開はちょっと、いやすごいですね。高橋選手もかなり最終的には結構追い詰められたんですけどね、最初の序盤の圧倒的な、ね、トップデック力、まあ、そこの部分で随分差が開いたかなと思ったんですけども。そうですね、一回あのリリアナでマイナスまで行った時はもう絶対絶命かなと思ったんですけど、さあ呪文詰まりのスプライトトップデッキによってダメージレースを制することができました。1本目高橋選手が先取です。まあ、ただ高橋選手本当にあの攻守の切り替えがうまいって話を昨日したんですけど、攻撃に移るタイミングが本当にうまいですよ。その絶対に無駄なダメージを見逃しみたいなのはないんで、そういうのが今みたいな結果につながりやすいんだろうなっていうのはすごくプレー全体を見ていて思いますね。全体で気を通しても樹上の村破壊できたのも大きかったですし、そうですね、あそこしかも本当に対戦相手があの除去
警戒して普通にテイクしてその追加のダメージが積み重なるみたいな展開も多いと思うんですよね、うん、高橋選手があれだけ自信を持って攻撃してくるってことはまあただのグラフではないんで、うん、だったらまあテイクしようかなっていう考えもガンガン生まれてもおかしくないので、川崎選手ももうそこにこうしてしまったからこそああいう劇的な展開になってしまったってことですね。そうですね。いやけど難しいですね。あそこはけど僕はブロックするのは勇気がいるけど正解だったと思うんですね多分、うんうんうん、それもちゃんとブロックしてそもそももう前のターンに思考が声で手札見ててそうそうですね。でもう仕掛けるタイミングに移れるっていう判断でいってると思うんでそうなるとね相手の制限時間を縮める動きはなるべくね減らしていきたいですよね。あーそういった駆け引きありました、まあ、やっぱり無駄なダメージ、見逃しみたいなのをなくしたいと同時に相手の、うん、なんていうんですかね、まあ、無駄にダメージを食らいたくないというのももちろんありますし、うん、プラス呪文爆弾のワンドローなかったのも全部1ターン遅れました ね、 そうそうですね。実際最後の最後はもうお互い出し切って、うん、勝負してたのでその1枚差もバカにできないですよね。さあその白氷を渡り切ったのがこの青黒フェアリーマスター高橋優太選手です。サイドボードこう、まあ、見どころミッドレンジ、まあ、インするカードちょっとあ結構複数枚あったように見えたんですけども、うん、ただフェアリー、まあ、青黒コントロールと呼ばれてるぐらいですけど青黒コントロールであれフェアリーであれかなり少数派なデッキなので、うん、どちらかというと高橋選手の方が、サイドボードとかに関してはやりやすいと思います、うん。実際青黒フェアリーはもう本当にかなり使用者が少ないデッキなので対戦したことがなくても不思議じゃないですね、うん、サイドボードからはキッチンフィックス、うんそうですね、名前が入ってましたね。眼鏡バモチもいいクリーチャーになります、まあ、ベールのリリアナとか単体事件強いん で、うん、で自身のベールのリリアナを減らす方向でしたかね、うん、そうですね。ちょっと相手のデッキにマイナス2が効きづらいですし、うんまあ、2側ので全て発動してしまうというところが厳しいですかね。台所の嫌がらせやこれ2点回復があるんですが眼鏡でね計4点回復これも特定のデッキに対してものすごく強いのと場残りがいいというところがポイントになります。まあ、特にベールのリリアナが入っているようなデッキ対決と、ミラーマッチとかだとかなり頑張ってくれる、うん、最低でもまあ除去2回分かベールのリリアナ1回プラスアルファとか、うんうん、そういうことになるので。コメント欄でもねそもそもジャンド系に対してフェアリーは相性がいいっていう話ありますが、うもう津村さんも同じ認識ですか。どうでしょう。どうですか、まあ、ちょっと水尾がなくなってるっていうのは大きいかもしれないですね。その暗殺者の戦利品が入ったのはいいことばかりではなくて、うん、その水尾がなくなったことによってそういう苦花が実際1回打ち消されないタイミングがあったら全然違ったんで、はい、呪文詰まりのスプライトで暗殺者の戦利品を消したシーンがあったんですけど、うん、あれが水尾だったら消されなかったんで。なるほどなるほど。まあ、ただその代わりに暗殺者の戦利品だと、ウルザの塔を壊したりとか、うん、そういうことができるんで範囲は確かに広いんですけど、まあ、冷静に考えて、まあ、その違いっていうところも見越して青黒フェアリーの、ね、優位性っていうのもね高橋選手、まあ、考えてるかもしれないですね。そうですね。2ターン目に水尾じゃなくて、アサシンズトロフィーを使わなきゃいけないとなると高橋選手としては土地が伸びてジェイスとか、うん2アクションを早く取れるようになりますし2ターン目に致命的なパーマネントが出せるっていうのはこのフェアリーの大きな強みかなと思いますね。川崎選手先行でスタートします。ハンデスプラスタルモゴイフ土地もあるボブもありましたね。多分これはもうほぼ100点十分戦える。おしかし強い。こちらもジェイスリリアナ送信2枚、相手のタルモゴイフそして闇の腹心どちらも処理できるような手札になっています。そうですね。スリービと暗殺者の戦利品やっぱり、神ジェイスと最近のテフェリーとかも使われだしているので、うん、さあここで何選択しましょうかね。ちょっと手札次第、あ手札がボブタルモもう1枚のハンデス集団的番号ですかね。うん、ここはリリアナからスタート。ちょっと神ジェイスまで届くか。このままの手札の状態だとちょっと神ジェイスがどうしようもないので、はい、まあ、もう1枚、うん、の除去はハンデスで落として、おいいドロ ー、これ最高ですね。今一番引きたいカードと言ってもいいかもしれないです、うん、これ本日は高橋選手のポリシーのもとに青黒フェアリーに直させていただきます。
っと高橋選手はそう書いてほしいんじゃないかなという、うん、これで川崎選手はこのターン手札破壊に使って、はい、次のターンにもう1枚手札破壊が確定したので、はい、これでプレンズウォーカー、まあ、ジェイスに触りに行くのか、それともいや、これあれなんですよ、インスタントとソーサリーだけなんですよ。あ、そうかそうか、失礼いたしました。ただこれでもう、現状高橋選手の除去カード全部手札から抜けることが確定したので、うん、ジェイスだけの手札にできると。そうですね。でしかも川崎選手のクリーチャー残ったらもうゲームを決められるぐらい強いやつばっかり、うん、これは思考囲いまで引いてきましたね。そう、もう完璧ですね。これで除去を落として、はい、高橋選手は土地しか引いておりませんと、うんうん、でここで盤面にプレッシャーを追加して次のターンはさらにジェイスも奪い去ると。さあここはタルモと腹心ありますが、まあボブからですね、手札補給大事です。うお最高のドロー、なんだと闇の腹心マイナーにマイナー1で退場いや、ただ川崎さんも負けてないですよ、ここは。まあ、そりゃね、これでジェイス退場なので落としてタルモゴイフなので、もうラストホープもしっかり睨みを利かせていけると。いや、いやでもわけわからんトップでクリした。いや、お互いすごいですね。さあこのタルモをしょれるかというところなんですが、ドロー、うん、土地、いやちょっとね、サイズを確認してますね今、はいはい、土地、ソーサリー、クリーチャー、プレインズウォーカーなので4ですかね。ありがたいですね、5か。送信も含めてインスタントも落ちています。高橋選手一応、リリアナでプラスするとまだリリアナ落ちないんですけど、瞬章がめくれたりすると墓地の送信を使って殺せるので、うんうんうん、またちょっとそれはリスクというかあんまり確率が高くなさそうなんで、ちょっと厳しそうですね。そうですね、ちょっとプラスで様子見しそうですけど。さあタルモは5-6となっています。ここちょっとデッキ圧縮にも回りましたかね。ここで圧縮に踏み切ったということはどうですかね、マイナスを使うのか、うん、まあ、自利品は自利品ですから ね、うん、そうですね、結局プラスしてその先が厳しいというところがあります。手札も呪文はないですよね確か、うん、高橋選手の手札は土地3枚となってます。そして川崎選手も闇の腹心で補充したかったんですが、ここも全てリソースを吐かされました。やった、本当に熱戦ですね。それはプラスか。あ、これでこのターンは3点。まあ、どっちにしろ1回しかマイナス使えないとしたら後のターンでやった方がいいんで、1枚増える分、うん、さあ、まあおそらくマイナスで瞬章を探しに行く。瞬章が見つかれば送信でタルモゴイフを殺して高井選手が有利になります。白 S、 うん、ここでトップデックは苦花です。ちょっとねこれだけ押されてると厳しいですけど、まあ除去1枚引けばまだまだわからない、うん、ここで台所の苦花ですよ。あ、いいですね。タルコとの殴り合いもちょっと想定されてただけに、ここで追加のクリーチャー大事ですね。そうですね、まあ、あとやっぱりタルマゴイフが死んだ後に全然盤持ちというか盤面が変わるので、うん、盤面に触れません。もう高橋選手ちょっとずつブロックして減らしていくしかなさそうですけどね。まあタールコーで、うん、キッチンを止めて、まあ、2-1 に戻ってきたところを次のフェアリーで打ち取ると。そうですね、ちょっとずつ削っていかないと。おお、しかし追加のタルモゴイフが強烈。さあちょっともうね全体除去ぐらい引かないとなかなか追いつけないような場面になってきましたが、ここで追加の苦花なんですが、これは間に合わないと判断。もうちょっと今のターンを逃してしまうと、仮に全体除去がデッキに入ってて引けた場合でも、もう苦花氏が見えてるので、もうタルも一発受けたところがもう時間をごっそり持ってかれました ね、 ね、いやすごいですね、熱かったですね。実際川崎選手もあのちょっと初手の状態だと上ジェイスにはどうしようもない手札だったんですけど、そこから手札が追加で引き込んで、まあ、思考囲いがきっちり相手の4ターン目の前に打ち込むことができるような状態になりました。もう流れだけ見るとね、コジレックコジレックコジレック、あ、思考が、コジレック番号コジレック
ク、ボブ、闇の苦心、思考が食いたるも完璧です。何回動くのって。それが今の緑黒ミッドレンジ、この破壊力になってます。緑黒の系のデッキって昔はやっぱなんか打点が低いみたいなよく言われてて、あの手札破壊したんだけど相手がリカバリーする時間があるみたいな、うんうん、よく言われてたんですけど、最近は不屈の追跡者とか入ってきて、はい、もう全然なんか打点低いってどのデッキのことみたいな。あとプレインズウォーカーもゲームを決めるぐらい強いですし、うん、やっぱりね、自分の時間、自分のターンっていうのを長く長く保てるようになってきましたよ ね、 そうですね、ミッドレンジでも。まあ、あとはあの土地で廃墟の地が入ったりとか暗殺者の戦利品が入ったりと、どん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 アップデートされてきてて、苦手なとこも減ってきた印象ですね。さあ、そんな中でデイ2に、そしてトップ8に望みをつなぐ戦いを行っています。昨日本日とね、はい、14回戦を戦ってますね。川崎選手、ミドクロ系、うん、本当に何でも使えると思うんですけど、ジャンド、アブザン、ミドクロと、まあ、その川崎選手がミドクロ2色を使っているというのはすごく興味深いですね。これどういった意図がありますかね。うん、やっぱり廃墟の地とかあるし、カードパワー的にもう十分で、なおかつそういったところに魅力を感じたのかなと思いますが、うんうん、タルモゴイフ火力じゃ殺せないです。どんな状態でも1点火力は絶対殺せないようになってます。これダメージ与えて、そのカードが墓地に落ちてからその死亡判定が入るっていう関係上ですね。状況起因効果って言うんですけど、先に墓地にカードが落ちちゃうんですよね。 BG トラッカー2枚か3枚入ってると思います、うん、先ほどのサイドボードの確認の時にもちらっとね見えていたような形にもなりました。トラッカー廃墟の地とかとも相性いいんで、土地を壊して土地を持ってきて、何回も土地を置けるっていう、ずっと起動するって感じですよね。そうですね、フェッチランドとか廃墟の地とか、うん、そうやって考えるとこのモダンフォーマットでもかなり有用なカードになりますね。いや強いですねこいつは、はい、調査バンバン行ってください。今朝レガシーでもめちゃくちゃ使ってきました。まあね、いや強いんですよね、トーサと合わさると。うーん、土地ターン関連でも十分役割を持てると。そうですね、いや強いんですよ本当に。なんかサイドボードでもね活躍してくれるのいいですよねこのカードね。高橋選手、手札破壊が1回目に来なかったのでガッツポーズ。わかりやすい、タップインだった。もうここは2ターン目のフィニッシュブローに迎えるか。これ置いちゃえばね、戦利品、まあ、こっちにリも出てくるの で、 そうそうですね、そして相手のアクションも潰せるんでかなりいいですよね。まあ、やっぱりニガバナ、こういうフェアデッキ対決だと普通にゲームを決めるぐらい強いですからね、2ターン目は。特に先行置けるのか、置けるコメント欄はタルも焼く大喜利が始まっていますが、まあ、もちろん焼けるシーンはありますけど、ね、何もない前提だと1点火力でタルモゴイフは理論上死なない。さあ、このニガバナに追いつくために手札補充していきたいんですが、ちょっと川崎選手は手札に土地が多そうなので、このボブは生きてほしいですね。ぜひ、さあ決戦の原始一押しは1枚デッキトップにキープしました。おお、しかこれは通るとすごいですが、ちょっと3っていうのがスプライト範疇にはなっています。今ねちょうど手札界も持ってるんで、ちょっとここは難しいですね。なんか仕掛けて損する可能性が結構見えてる。そうで、リターンはすごく大きいんですけど、そうどういくか、まあ、ハンデスあるんであれば他のプレッシャーも一応あるので、タルモもありますし、まあ、そこら辺から仕掛けていくのかどうかですね。様子見は十分できるようなまだターンだと思います。さあ、ここはコジラ君の審問から、うん、謎めいた命令、春章、ベンデリオンにこちらもラストホープ。手札めちゃくちゃ強いですね。春章、ベンデリオン、ラストホープ、謎めいた命令、追加の土地もしっかりと握れているという状況です。さあ、川崎選手手札にアサシン、タルモゴイフ、ラストホープ、ダークコンフィダント、残りは土地、うん、いやー
いろいろ選択肢が、うん、ボブを並べるんですかねこれで。ここで2番目。ああ、なるほどなるほどなるほど。さあデッキトップの一押しもシャッフルで、うん、そうです。多分それを結構重要視してた感じがしますね、うん、さっきあの戦術で上に乗っけてて今ボブをに触る手段がないんで、うん、闇の腹心がこのまま残って、ただどうですかね、ここでベンデリオンが登場するので、まあ結構手裏の循環っていうところは測れそうなですけども、これは川崎選手の方に、うん、そうですね、川崎選手のラストホープを抜かれるなり、うん、2マナを抜かれて、タルンも闇の腹心2枚目ラストホープリディアナ、ちょっとこのままステイでもちょっと若干川崎さんが分が悪いかなっていう気はしますけどね、うんうんうん、ちょっと謎めいた命令持たれてるんで、うん、ステイです、ね、これも構えられて、だ次のターンもラストホープ概ね出すだろうし、ボブタルモだったらボブも無視して高橋選手本体狙うと思うんですよね、うん、4点クロックできてるんで、まあ、手札増えてもライフを押せるっていうところが、ね、そうですね、もう闇の腹心を自身の攻撃手段として、うんうん、まあ、ラストホープいきましたね、まあ、だからこれでも全然いいですよね。そうですね、ベンデリオンも保存できそうな。さあここでタルコを置いてさらにクロック上げていくかどうか、まあ、見えているタルコなんでね、ここ置きましたね。さあボブがどうなるか、ちょっとこのままでは全然追いつけないんで、うん、とりあえず何か相手のクリちゃん触る手段が欲しいですね。さあライフプレッシャー厳しいものになってきています。これ先ほどの井川選手もそうなんですが、川崎選手もね、我々に非常に見やすい、ありがたいです配慮がありがとうございます。でもこの頂点てっぺんからね覗くスタイルって今後増えそうですよね、うん、そうですね、見やすいのでこれが、ただちょっと逆に手札が見えづらかったり、手札のプレイヤーの持ち方次第みたいな、うんうん、さあここで川崎選手は一応除去2枚を構えているような格好になりましたね。さあバウンス、うん、川崎選手今廃墟の地を置いたんでタールコを破壊しつつ、うん、プラスアルファ手札にちょっと戦利品が見えたんで、さあバウンスワンドローでの謎めいた命令、そして春章の魔導士も手札に控えています。うん、まあ、ちょっとここ打つしかないですよね、高橋選手プレッシャーが結構大きいので、これライフ保たないとそもそもボブがもう置けないみたいな。そうそうですね、今ちょっと手札にボブ2枚で、またこの辺の高橋選手の青命令の使い方も非常にうまいですよね、うん、このままなんか抱えて我慢しそうなもんなんですけど、あこれトロフィーまで打ちましたね、ベンデリオンに、うん、そうですね、まあ、ここで動くってことはもうマナがないうちに、いやこうやって、まあ、今川崎選手が仮に除去がなかったとするともう今また4点入った状態でボブを出すかどうか、うん、まあ、出すしかないんですけど、出したら出したら高橋選手は勝利に近づくっていう状態になるので、うん、川崎選手もデッキ掘るしかないけどももう時間制限が厳しいものになって、そうですね、苦花じゃないんですけどボブ氏みたいな状態が近づくんで、うんうん、で今高橋選手は川崎選手に除去を使わせながら春章のマナもしっかり確保できて、さあコジェック、ここでタルもボブボブ、どれを落とすのか、うん、ちょっとまだライフが、ベンデリオンが死んでしまったんで遠くなったんで、ただタルもやっぱこの街クソでかいんだよサイズが、今苦手な環境下じゃないともう止められないですよね。そうですね、非常にクロックが早い、まあ、一応タルモのサイズを見ながら、うん、タルモは相当巨大そうですうん、これで次の命令をどっちに使うかが、うんうん、多分タルモをカウンターしそうですけどね。でボブ1枚にして春章のクロックと合わせて、そうですね、まあ、3点クロック、さあこれをいった、今ちょっとライフが食い違ってたみたいですけど、高橋選手が1回ペイ2したよねとかそういうやり取りが、うんうん、
確かにそうですね。これでタルモゴイフをカウンターするんだったらタルモゴイフを一応手札界で落としておいた方が、まあ、万が一がないかなって感じは確かに、そうですよね。ここ、まあ、一応あの川崎選手が手札界とかトップデッキした時に多少変わりうるので、まあ、それでタルモが通せる状態になる可能性も、まあ、うん、ほとんどないとは思うんですけど一応あるかもしれないです。ここはタルモを打ち消していきます。カウンターワンドロー、そうですね、ちょっともう墓地にまだインスタントソーサリーがあったら、春章バウンスっていうプレーもあったと思うんですけど、おお、トップデッキがタルモゴイフすごい。ここで川崎選手の剛腕炸裂です。うわ、しかし高橋選手もいいドロー、まあ2ドローしてるとはいえ、デッキ圧縮しているとはいえ、タルモゴイフへの回答を手に入れました。ニガバナ、いや、ちょっと今プレインズウォーカーを除けば多分一番欲しかった、まあ除去かニガバナか、うん、もちろんプレインズウォーカーが最高だったんですけど、まあ、ベルのリリアナで即除去なんていうのね、そうですね、見込めるミシュラランドがない状況、起動しない状況でした。さあ、しかし パワー7、タルモゴイフちょっと1回でも通しづらいですね。もう早速チャンプしたいなと。これもう殴れないですかね。ちょっと悩んでますね。タルモゴイフけどフェアリーの数が少ない状態からチャンプを始めるのはかなりきついんですよね、あのフェアリー、ニガバラの体の性質上そもそもクロックが作れないとなると、1点ずつしか、ちゃんと殴ってる状態でチャンプはいいんですけど、今はちょっと殴れていない状態なので、さあここでまずは闇の福祉に通しました。そしてここで通ったラストホープ、これはきつい、一気に形勢逆転です。もう苦花も自分を苦しめる、うわー、しかしすごい叩きつけました。さあここはブレスト、さあ除去があるか、ジェイス打ち消し、呪文ハメですね、手札破壊でしたね。うん、コジレックの神門は今腐っている、まあただフェッチランドもちゃんとあるんで、さあこれ一回このジェイスに構ってもらいたい、いや、しかし、あ、まあそうですね、うん、ここでどちらを狙うかですね。これ9点入ると相当でかいですからね。そうですね、高橋選手残りが12で場にニガバナがあって、自分でニガバナをどける手段あんまりなくて、フェッチも自分で使わないとドロー腐ってますんで、そうですね、このターンおおむね、まあフェッチを使わなきゃダメだろうと、ということは残り2、次のターンで1、さあなんとかできるのか。さあまずは腹心、うわー、すごい途切れない。さあここで追跡者も手に入れました。即マイナス、2人ともスーパーサイヤ人ですね。すごいカードの募集が、まあ、1ターン1ドローではないですからね。2ドローしてるっていうところを加味しても、ね、お互いいろんな方法であれあれこれ使って、闇の腹心であったり謎めた命令であったり、さあスピーディーな展開がここまで多かったモダン、第3ラウンド目でついに残り10分まで経過しています。激戦です。あ、けどここは川崎選手もう万全を期して全部でジェイスを潰しに、うん、さあこれは貴重な1ターンとなったか。あ、もう1枚ジェイスを持っているプラスフェッチはカラフェッチ、もうあれですね、ライブラリーに土地が残ってない、いやただこれはもう川崎選手圧倒的ですね。ちょっと高橋選手本当に全体除去みたいなカード以外では返せないぐらい盤面が広がってるので、うん、さあジェイスここもブレストを打ちますが、これでは手が届きません。さあ圧倒的優位を高橋選手が気づいたと思いきや、川崎選手が一瞬の隙をついてタルモゴイフを通してここで完勝となりました。いや、春章の魔導士から、謎めいた命令までは、はい、もう高橋選手のペースかな。だからあそこでけど手札界でタルモを落としといたら、川崎選手が闇の腹心出してきて無視して、うん、で次トップできたタルモゴイフを出してきてそれをカウンターして、でもうちょっとゲームの展開が変わってたかもしれないですね。I'm not afraid to die.
聞く。